髪の毛よし、メイクもよし、うん、身だしなみはバッチリ。ちゃんとしないと先輩に叱られちゃうからな。さ、ちょっと早いけど出勤してゆっくり準備を。でね、ちょっと聞いてちょうだい、バニルさん。バニルさん？あんなところに。うん、どうしたのだ、何かお困りごとかな。カラスは先日追い払ったが。それが今度はカラスじゃないのよ、もっと不気味なやつなの。バニル様、あ、朝からお姿を拝めるなんて今日はいい日になりそう。あのね、最近コウモリがたくさん現れて気味悪いのよ。血を吸われたりしたら大変じゃない？この町の近くに住み着いてるんじゃないかって噂でね。バニルさん、なんとかしてくれないかしら。なんとかしたいのは山々ではあるが、今は店が忙しくてな。まったくポンコツ店主に少しでも任せた我が輩がバカだった。とか言っちゃって、いつの間にかちゃっかり解決しちゃうのよね。今回も期待してるわ、バニルさん、よろしく頼むわね。あの人たち、バニル様に対してなんて強引な。今は忙しいっておっしゃっているのに。あれ、これってもしかしてバニル様のお役に立つチャンスでは。とりあえず今は退散して、お昼休みまでお待ちください。バニル様、とりあえず出勤。はあ、どうして私が張り切って仕入れをした時に限って売れ行きが悪いのでしょうか。こんなに素敵な商品なのに。その自信、一体どこから来るんですか。ほえー、お客さんいつの間にって、サキュバスさん。あ、もしかしてお買い物ですか。実は今日入荷したばかりの新商品がありまして。結構です。それよりバニル様はいらっしゃいますか。いらっしゃることにはいらっしゃるのですが、今日はなぜだか一段と気が立っていまして。あなたが仕入れた新商品が原因なんじゃ。とりあえずバニル様を呼んでいただけますか。わかりました。バニルさん、お客さんですよ。はい、いらっしゃい。なんだ、ちっこいのではないか。何の用だ。はい、ちっこいのです。私バニル様のお役に立ちたくて参りました。サキュバスがどうやって我が輩の役に立つというのだ。実は私、朝の井戸端会議を聞いたんです。それで、お忙しいバニル様に代わって私がコウモリ退治をしてみせます。報酬も手柄もいりません。その言葉に嘘偽りはないと見えるが、果たして何時のようなちっこいサキバスがコウモリの大群と渡り合えるのか。そこはなんとかします。だから、では少々未来を見通してみるとしよう。これはこれは。どうでした。任せてみるのが吉と出た。よかろう、やってみるがいい。はい、頑張ります。でも本当にサキュバスさんお一人で大丈夫ですか。無理をしなくてもそのうち討伐クエストが組まれるのでは。何を言うのだポンコツ店主、これはお互いにとって良い契約であるのだぞ。我が輩はご近所付き合いがよりスムーズになり、ちっこいのは我が輩の役に立てるのだ。ええ、バニル様のお役に立てるなんて、こんなに光栄なことはありませんから。そうですか、悪魔にもいろいろあるのですね。それで
パニル様、少々おこがましいのですが、お願いがありまして。なんだ、今さら報酬をねだっても。そんなんじゃありません。もしコウモリを討伐できたら、その少しだけでいいので私を褒めてください。このスマ、キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、お聞きしたいことがあるのですが。おや、なんだか見慣れない子ですね。もしかしてお父さんかお母さんを探しに来たのかな。違います。見た目で判断しないでください。冒険者としてここに来たんです。あら、私としたことがてっきり迷子かと。すみません、改めまして冒険者ギルドへようこそ。それで聞きたいことというのは何でしょうか。町の周辺にコウモリが住み着いて町の人たちが困っていると聞いたのですが、討伐依頼はもう出されていますか。いえ、まだ出ていませんね。やった、これはチャンスね。それでしたら私が討伐依頼を出してもいいですか。そしてその依頼、私が自分で受けたいんです。ご自身で依頼を発注してご自身で依頼を受注。お願いします。手数料はかかったけど、これで冒険者たちに先に退治される心配はなくなったかな。けど非力な私一人じゃコウモリの群れとの戦闘は無理。それにサキュバスだってバレないようにしないと。難しいなぁ。おい、どうしたんだよ、接客中にため息なんかついて。すみません、ちょっと考え事してました。なんだなんだ、悩み事か。発育のことなら俺たちは気にしないぞ。断じて違いますから。まったくデリカシーのない人ですね。悪い、うちのパーティーは女っ気がないからな。こういうところで発散したくもなるってもんだ。ん？パーティー？はっ！おい、リーンがかわいそうだろ。リーンはこう、なんか違うんだよな。その点いいよな、お前のパーティーは。お二人ともそういえば冒険者でしたよね。今更だな、逆に何だと思ってたんだよ。パンツ脱がせまとチンピラとか。パンツ脱がせまは職業じゃない。というか俺はパンツ脱がせまじゃない。すみません、そんな冒険者のお二人にお願いしたいことがありまして。お願い？なんだ一体。私と一緒にコウモリの討伐クエストを受けてください。クエストか。いつも世話になってるから協力したいのは山々だけど、今は懐もあったかいし無理していく気分じゃないな。だな、俺たちはいい夢を見に来たんだ、クエストに行きたいわけじゃねえよ。そんなさて、夢のアンケートも書いたし、そろそろ行くか。今日はとんでもねえシチュエーションにしたからな。夜が楽しみだぜ。待ってください、お二人とも。何度言われても嫌なものは嫌だ。俺たちはそういう気分じゃないんだって。報酬は半額さ。
いかがでしょう。ぜひお供させてください。ありがとうございます。そう言ってくださると思ってました。でもいいのか、5回分って結構な額になると思うんだが。そこまでして行きたいクエストなんだな。はい、私にとって大事な大事なクエストなんです。なのでよろしくお願いしますよ。おお、俺たちに任せとけ。で、ちょっと待て。何かご不満でしたか？5枚のサービス券が2人分ってことは計10枚だろ。これってどっちか1人が行けばそいつが全部もらえるんじゃ。そうだダスト、特に意味はないがじゃんけんしないか。お前そうやってサービス券独り占めする気だろ。許せねえ、表に出やがれ。お前こそとんでもないこと思いつきやがって。上等だ、どっちがクエストに行くか決着つけるぞ。さすがに一人10枚は行っちゃった。本当にあの人たちでよかったのかな。今さら不安になってきちゃった。よし、クエストに行く前に2人の実力を調べてみよう。このスマッ